12ビットまで下げて、ここを下げてきますね今から。ビートメーカー2ですね、常にねここの左上のこのホームのボタン、こう押すとこういうのが出てくるんですけど、これをまあこう押すといい、これが案内所みたいになってですね、でまあ新しく一からちょっと作るところをやってみようかなと思います。で今のプロジェクトの名前とかがここに出てるんですね。でここ今のとこ触るとこういう風に新しいのを呼び出すとかいう画面なんですけど、もう一回やるとここですね、ここ、このカレントのプロジェクトってとこですね、ここを触る、ここですね、ここをポンと触る、そうすると、新しいのを作れるんで、ニューですね、セーブとかもありますけど、ロードとかニュー、そうすると今のこのプロジェクトは、アンセーブド、保存してないけどいいのかみたいなのが出るけど、まあいいんでイエスとしますね。そうすると新しいのがこういうふうに、作られるわけですけど、まあドラムとしてみましょう。で空のをね選ぶこともできるんですね。エンプティっていう、ここを触ります。ここを触ると空のエンプティプリセットっていうのがあるんで、エンプティプリセット、そうすると空のこのドラムセットが作られたわけですね。でここの空のドラムセットを触るとこうって、そうするとこういうふうに、押しても鳴らないですね。こういうふうにして音が無音状態ですね。で、とりあえず、もうプリセットは空の状態なんで、ここの中でこういろいろできるんですけど、この波形みたいなやつですね、こう波のマーク、これこう選んで、で、サンプルをロードの画面に行くと。で、ここには僕がその MPC-1000 からサンプリングしたやつを、ドロップボックス経由でこれにあらかじめ読み込んだやつがあるんですね。それを、選んで、で、これを、まあ、ちょっと聞いてみるとね、こういう3つの音がまとめて読み込んじゃったんですけど、うん、1つの波形として。でこれをロードします。そうすると、一応ここに読み込めたんですね。これを押すと鳴ってますよね、これ。で、まあこれの鳴りっぱなしになってるんで、これを止める方法はどうしたらいいかな。鳴り方を、変えるにはどうしたんだっけ。ここを変えればいいのか。これをホールドモードにすれば鳴りっぱなしが止められるんで、とりあえず、ホールドモードに変えておきます。これは押してる間だけ鳴るモードですね。で、とりあえずね、この波形を、まあ何をしたいかというと、とりあえずここにこう並べたわけですね、ネタを。それをやってみますね。波形に行って、エディットサンプルですね。ここを選んだ後に、エディットサンプル。一つのね、こういう波形の中に、ドラムと効果音と、ベース用に使うムーグの波形ですね。それを、一つの中に入れ、なんていうんですかね、一つの波形として、3つ送るのめんどくさかったんで、一つで送り込んじゃったんですね。で、これが、さっきちょっとやってたら結構めんどくさかったんで、まあ、逆に言うといいあれ、なんていうんですかね、題材になるかなと思って、うん、やってみようかなと。
で、ここでね、切り替えるんですね。ここの左下のところが、今ちょっとちっちゃくて映ってないかもしれないですけど、まあ、サンプルを切り分けるモード、もう一回押すと、ループメーカー、まあ、ループを組むモード。で、三つ目が、チョップするための、こう切り分けるためのね、やつなんですね。で、まあ、とりあえず、この辺の波形をドラムセットとして保存して、で、この効果音の波形もまた一つのドラムセットとして保存して、で、ここの、ムーグのビート音は、ベースシンセとして、キーボードとして保存したいと。そういうふうに切り分けようと思います。で、とりあえず大雑把に、今このサンプルを切り分けるモードなんで、こういうふうにして選んでやって、で、これでトリムしちゃいますね。ここにトリムってボタンがあります。ここに3つあるんですけど、トリム、コピー、ペースト。で、あと、バツのマークもあるんですけど、トリムを押します。そうすると、こういうふうに、トリミングがされてますね。聞いてみましょう。こういうふうになってますね。で、とりあえず、まあ、4発でいいんで、ドンパン、ドンパンでいいんで、この後ろをまず、こう、ドンパン、ドンパン、ここら辺まで合わせますね、大体のとこまで。で、こっちの頭もこの波形のところに、ちょっとかぶるぐらいに持ってきます。そうすると、この波形の頭のとこはぴったし合わせてくれるんですね、これは。こう、2本指でこうやると、こうやったら、ちゃんと吸着っていうんですかね、この波形の頭にピタッて合わせてくれてるんですね。これはね、こう選ぶときに、こう持ってってね、波形に少しかぶってるぐらいで離すと、ピッて、だいたい、あれ?こんな感じかな?こうするとね、なるのかな?で、こっちも、ちょっと失敗しましたね。ちょっと一回この辺にしとこうかな。こうしといて、これをこういう風にしてこの辺にすると、そうするとほらちゃんとなりますよね。吸着してますね。でこっちも失敗しましたね。ちょっと慣れてないんで、こうしてやって、こうしたら吸着ん?かな。で難しいなこれ。この辺にこうやってこうやればいいのか。で、こうして、どうしたらいいのかな。こうですね。で、こっちも、これがね、新たにこの辺を触っちゃうと、またここから1から始まっちゃうんで、このコツをちょっとまだ覚えてないな。なるべくこの、例えばこうなってるとしましょう。この時になるべくこの上を触って、捉えてやると、こうやってうまく。こんな感じ。これもこの上を触って、まあ、これはちょっと練習した方がいいかもしれないですね。上を触って、こう捉えてやると、これを。まあ、ちょっとしたあれなんですけど。で、これでさらにトリムしてやります。そうすると、もうこう4発だけにトリムできましたよね。で、まだ一切保存とかはしてないですよね。で、この状態で、今度は切り分けるモードにここ変えます。今ここね、サンプルズってなってるんですけど、ここを、チョップメーカーズってやつにしますね。あ、待てよ。一回保存した方がいいかな。一回保存した方がいいですね。サンプルズに戻、モードをね、さっきの、結局何もモード変えてない状態、まあ、サンプルズっていうモードにしといて、これで一回保存します。保存するにはね、どうするかというと、このバツを押すんですね。そうするとこういうふうにセーブをどうするかっていうのが出てくるんで、今ちょっと字が見えないかな。こういうふうに反転したらいいかな。このセーブアズっていうのを押すんですね。要するに保存したい時にはバツを押して、このエディットサンプルをチョップしてるチョップラボっていうのかな、このモードを抜けようとすると保存する画面に行くっていう、これがちょっと癖があるとこなんですけど、でセーブアズを押します。で、ここに、今この画面はどうなってるかっていうと、これちょっと逆にした方がいいかな。要するに、ちょっと字が滲んでるかもしれないな。これも逆の方がいいかな。こういう画面なんですけど、ここにフォルダの絵があるんですね。
フォルダの中にちっちゃな矢印がここにくっついてるんですね。つまりこのフォルダの中に保存するよって意味なんですよ。でこのフォルダの中には今これだけのすでに保存したものがありますよと。でこの行き先はこれでいいんで、ここにあるセーブボタンを押すんですね。そうすると名前はこのままでいいのかっていうふうに出てくるんで、これを今切り分けたのは4発のドンパンドンパンっていうビートなんで、まあビートって名付けてやるわけですね。こういうふうにしてビート OK すると、さっきのまあ一応さっきのね、こういうふうに4発のビートがここのドラムか、さっきまで空だったところに切り抜いたのができました、まあ、結構これだけでも結構苦労したんですけど、これをドンパンドンパンっていうふうに並べたいなって、そういう時にはこのドラムのドラムサンプラーですね、この画面から切り分けるさっきの画面に行くと、これにアサインできるところに行けるんですね。エディットサンプル、そうするとまたさっきの画面戻りましたよね。でここでここをね、今エディットモードがサンプルズっていう切り分けるためのやつになって、切り分けというかトリムするためのねところになってるんですけど、これを2回こうしてチョップメーカーズっていう、チョップするっていうね、チョップってのはまあ波形的にはつながったままなんだけど、そのドラムキットとしてパッドに並べてしまうみたいなためのチョップするっていう言い方するんですね。でチョップメーカーズになると、ここがナビゲートっていうこういう波形を動かすため、指で動かすためのものと、メーカーマーカーズっていうマーカーをこう打つためのやつですね。こうやってマーカーがこうやって打てるわけですね。今触ったところにこうマーカーが入ってるの分かりますかね。で、ここあとはオートチョップっていうのがあって、こうすると何個にこう切り分けるかみたいなのが出るんですね。出てるかな。クリエイトスライシーズとか、スライスを何個に切り分けるかみたいな。まあスライスっていう風なのはこう切り分けることを言うんですけど。で、まあさっきこうチョップのこれを打ったやつを、その矢印ってこれ動かせるのかな？動かせますね。こうやって波形の頭ら辺にちゃんと持ってってやるんですね。でこれもこういう風にして適当こうやって合わせてやると、こうやってこれでちょっと拡大してみようかな。この ナビゲートに戻って拡大してみるとやっぱずれてたりするんですね。でまあこのマーカーズに戻ってここを押して、これ吸着してくれないな。でまあこういう風にしてマーカー打つときは吸着がないみたいですね。でまあちょっとまあめんどくさいっちゃめんどくさいけど、逆に言うとこんだけのまあ精度でいけるから、まあこれ2本指でこうやっていくわけですね。めんどくさいっちゃめんどくさいですけど、で今度はまあここですね。おなんか犬がめっちゃ鳴いてますね。なんだろう。外の通りを犬がなんか来たみたいですね。でこれもこのマーカーをここに持ってってやるのかな、こうやって。これで、まあ、4箇所にマーカーが打てたわけですね。でこの状態で保存してやるわけですね。でそのここをバツを押すと保存系のとこに行けるんで、このビートに、まあ、セーブしてやりますね。でそうするとフォーマットをね AIFF でフォーマットしますかっての出てくるんで、まあ
AIFF っていうフォーマットに、ね、してあるんですけど、この意味はね、その AIFF っていうフォーマットで保存するときに、そのチョップした情報も一緒に保存してくれることになるんで、まあこれにしても問題ないわけですね。だからセーブアズ AIFF にしちゃうわけです。でここの場所に保存するかって出てるからセーブってしますね。でまあビートチョップしたから、まあチョップってしておきましょうか。ビートチョップで OK。 そうするともう一回エディットサンプルズに行って、あれちょっとなんか混乱してるな。ああそうだ、思い出した、間違えてました。そうか、あそうそう、今ねちょっとねセーブはいいんだけど、チョップする方法をねちょっと飛ばしましたね。チョップするときはもう一回、そのこれ今ちゃんと保存したからよかったのは、ちゃんとこのチョップの場所覚えてますよね。こういう風にして波形自体が、波形の中に情報としてそのチョップする場所を書き込んであるんで、でここのモードをサンプルズからこのチョップメーカーズってところに切り替えると、さっきこうちゃんと苦労して打ち込んだチョップのあれが出てますよね。でこれをここにあるなんか歯車のマークのついたやつみたいなのがあるんですよ。これを押すんですね。そうするとこの画面を映るようにして、ここにレコードサンプル、オープンサンプル、セーブアズっていうのの下にエクスポートチョッププリセットとか出てくるんですね。で、このエクスポートチョッププリセットっていうのが出てくるのは、ドラムのこのサンプラーからこの画面を呼び出した時だけしか出てこないんですよ。キーボード型の方のサンプラーの方でこの画面を開いてもこれ出てこないんですね。これがちょっとしたまあコツになるんですけど、まあもう一回言うと、ドラム型のサンプラーの方からこのサンプルラボを呼び出した時に初めてこれが出てくるんですね。これがちょっと僕は最初わからなかったです。まあとりあえずここを押します。そうするとまあいろんな選択肢が出てくるんですけど、まあクリエイトプリセットっていうのをシンプルに押します。で保存場所を聞いてくるんで、まあ、今オートセーブファイルのセッションズっていうこのフォルダの中に保存しようとしてるんで OK します。これは要するにまあアプリが急に落ちたりしても大丈夫なように自動で保存する、まあ、場所があるんですね。そこにとりあえずセーブすると。で、ここはだからビートチョップしたやつのプリセットだから、プリセットでビートチョップ、まあセットでいいかな。 OK と。これで初めてねそのプリセットとして保存できたんで、でそうするとね初めてここでロードプリセットのところを押すと、今僕の作ったこのビートチョップ、ビートチョップセットっていうのが、BMK2、ビートメーカー2っていうファイル名で保存されてるんですね。これをロードできます。そうするとここに4つ並んでるんですね。こういう風にできました。結構ね、これね簡単なようでいて、これ最初に入れたばアプリを入れたばっかだと難しいっちゃ難しいんですよこれ、うん。僕も実は今日セールでね500円で買って何時間か前に初めて覚えたばっかなんですけど、うん、で、まだ道のりはあるんですけどね。こっからですね。さっきの波形がまだあと2つあったんで、波形の中に効果音みたいなやつがあったんでね、効果音みたいなやつを今度は同じ風にしてみようと思います。とりあえずねホームボタンみたいなやつを押しますね。ここを押すと全体像がパッと把握できるんですね。これの見方は
要するに今あの楽器はねここにある1個しかないんですね。でこれはメインって書いてあって、まあ、メインのアウトで楽器が1個足されてるだけなんですね。でここにまあエフェクトとかいろいろあるんですけど、ボリュームとかもう1個インストを足してやると。そうすると楽器のタイプがいろいろあるけどどれにしますかと、まあ、オーディオトラックなんかもあるんですけど、キーボード、まあエフェクト専用のトラックなんかもあるんですけど、あとサウンドストアっつってなんか買えるんでしょうね、あの有料で。でとりあえずまたドラムを足します。でドラムにあの何をプリセットとして読み込みますかっていう風な画面が出てくるんで、これもエンプティープリセットからとして作ります。そうするとこのホーム画面ですね、あの消すときはホーム画面を触ればいいんですけど、ホーム画面に1個さっきこの今さっき作ったやつとは別に空のエンプティってやつが出てますね。これは空なんで、あれ空なのに、あそうかそうか、空ですね。ここ空のやつをで何というかな、1トラック目はこれが来てますね。2トラック目にエンプティが来てるから、2トラック目にこの画面を移動するにはここを触ってやるんですね。そうすると今2トラック目ですね。ここはあのまた空のができてます。1トラック目がこういう風なさっきの作ったやつ、2トラック目に空が来てます。で今アクティブになってるトラックがあのこっちの2ですね、こっち下に来てるのが、だから音は鳴りません。でここに、効果音をあの貼り付けようと思います。ちょっと難しいかもしれく感じるかもしれないですけど、まあはっきり言ってこれややこしいですよ、このソフトは。ただ慣れたら最初はねかなり難しいなと思ったんですけど、慣れたら結構あのナノスタジオも僕前使ってたんだけど、ナノスタジオよりはこっちの方が直感的で使いやすいです。でまあ音もいいです、はい。なんで結構僕はおすすめしたいですねこれは、でね、今からまた、この波形のとこに行って、サンプルロードをして、たくさんちょっと増えちゃってるけど、まあ、この一番上のやつが元々の波形なんでこれを選びます。でこれをロードして、とりあえずここに読み込めたんでね、また同じ音なんですけどねこれで、これを、また鳴りっぱなしになっちゃうんで、これの鳴り方をここですね、鳴りっぱなしになった時にはここのボタンを押して、でここで鳴りっぱなしにならないようにワンショットって鳴りっぱなしモードなんですね。それをピッと押してホールドモードにして押さえた時間しか鳴らないように変えてやると、そうすると鳴りっぱなしになった時にまあパニックにならずに済むと。これをまあ先にやってやると。で波形編集に行ってエディットサンプルズをまた押します。でこんな長いサンプルでしたね。でこれの今度はこの辺だけが欲しいんで、とりあえずここをトリムします。そうするとこういう風になったんで、これのね必要な部分だけを使おうと思うんで、とりあえずこの辺までで切っちゃいます。で頭もこうしてちょっとまた失敗しましたけど、この辺ぐらいにして、で頭をなるべく頭がこうピッてこう押さえてうまく捉えてこういう風に吸着させますね。これでトリムしちゃいます。でちょっと再生してみましょう。後ろの部分をこの辺ぐらいまでいいかな、これでいいですね。これでトリムします。で再生すると、これでまあ頭の一発で鳴らそうと思ってる効果音なんでこれでいいですね。でこれでバツを押す。そうするとどうするかって出るんで、まあこうですね、
セーブアズを押します。で、まあこのサンプルズっていうさっきのね、もともとあったところに、まあ効果音なんで、まあ FX SFX にしようかな、 SFX で OK すると、こういう風な短いサンプルできたんで、もう短いサンプルなんで、あの鳴りっぱなしでも構わないんでね、またここのモードに行って、ここですね、この画面に行って、これを鳴りっぱなしのワンショットモードに変えますですね。で、そうだな、さらに、今ちょっと気づいたけど、ここ今 90bpm になってるんで 100bpm にしたいなと、そういう時には、ここのレックってとこを押すと、今このレコーディングのセッティングが出てくるんですね。ここを押すと、これもねパッと見れてすごくいいです。で、ここで、bpm ってここじゃなかったっけな、ここじゃないですね、1個右かな、ここですね、ソングセッティングの方かな、これもソングの表紙とかいろんなのが出てるんですけど、これをまあこうやるとちまちま変わるんですけど、これを、押さえてこうスライドしてやると右方向に数字が増えるんですね。左にやると減ると。で、これで大体合わせて 99.77 までいったんで、あとはここで100.00 まで。この BPM 合わせはすげえ細かいですね。でもこれはまあDJ 的にこれを使うときなんかには便利なんで、まあ、そういう風な仕様になってるんでしょうね。で、ここで、まあ、合わせてやると。100bpm に一応しておきます。で、これでもうこの2トラック目の効果音はセットできたんで、またホーム画面に行って、今、さっきのもう一回復習すると、これでドラムがありますよね。で、2トラック目のここまでできましたね。で、次に、3トラック目にね、まあ、ちょっと打ち込んでみようかな。ソングボタンを押して、ループのスタート、ループをオンにしますね。ここを押すとループになるんで、ループをオンにして、ループのスタート1小節で、ループのレングスも1になってるんで、ループのレングスはまあ2小節にしとこうかな。これで、レックボタンを押すと、今2小節ループになってるんですね、ここの表示が。レック開始の時にはカウントが入るんですね、1小節。ちょっとドラムをちょっと打ち込んでみましょう。まず、このドラムのとこに行って、1トラック目のドラムですね。3、こういう風に、綺麗に打ち込めましたね。で、この赤いレコーディングボタンを消しちゃうと再生してますね。で、今ちょっとドラムの打ち込みがこう甘かったというかずれてたんだけど、綺麗に入ったのはここの、レコーディングのセッティングの、クオンタイズがね、ここ16分になってるんで、あのクオンタイズが、ここのボタンがオンになってるんで、ちゃんと、修正されてるってことですね、クオンタイズが。で、スイングオフとかいろいろなってますね。それでですね、2トラック目に行きます。ホームがボタンを押して、ホームボタンっていうか家ボタンですね、これを押して次のとこに行って、で、ここを、交換を取ります。うまく取れてないな。もう一回やってみますね。
こんな風な感じのトラックのイメージですね。これはね、MPC 線で、何日か前に作ったそのまま、サンプルも移植して、再現、これでできるかなっていう実験なんで、今のところできてますね。で、次に、シンセのベースみたいなやつをね、MPC 線で使ってたんで、それを再現してみましょう。もう一個トラックを足すってことですね。もう一回やると、この E ボタンを押して、ホームボタンですね。で、ここのインストを増やすってボタンがあるんで、プラスを押します。で、今度はキーボードタイプですね。キーボードタイプでやるぞと。で、まあ、プリセットがもともとね、結構いいのがあるんですけど、またここで空のプリセットを押します。自分のサンプルでね、やりたいんでね。で、この中どれにするか、これでキーボードタイプのやつを選んで、これを押してやります。そうすると、画面が移動します。で、空なんで押してもなりません、何も。で、キーボードの大きさとか、このマイナスボタンを押すとちょっとちっちゃくもできる。こんな風に、こういう風にね、できます。で、ここでですね、キーボード動かすときは、例えばこういう風に押すと、スクロールにここ押しとくと、こういう風に動かせますね。で、またここをピッてこうやると、こう擦れるようになります。で、セッティングに入って、マッピングを押して、それで、ここに、波形をね、サンプルを読み込むんですけど、今何もない空の状態ですね。で、ここにクイックロードをして、オートプレイもオフにしてやります。で、マイコンテンツの中から、この波形を選んで、これをこう持ってきて、ここに、この波形をこういう風にして持ってこれるんですね。こういう風にして。で、ここに持ってきてピッてやると、ここに一つのレイヤーとして読み込めたんで、で、これは閉じちゃいますね。で、この波形をエディットしたいんで、今度ここのエディットサンプルズ、一応ここに配置はできたんで、そうするとね、波形をいじれるようになるんですね。エディットサンプルズ。で、ここを使いたいんですよ。で、まあさっきとまた繰り返しですけど、こういう風にやって、とりあえずトリム。そうするとこういう風な波形になってますね。ちょっと再生してみると、こういう音ですね。で、この頭をこういう風にして、こんな感じしてやって、もう後ろはまあ、こんな感じで、まあ、いいでしょう。で、トリム。で、この頭がきちっとなってるかをちょっと拡大してね、やると、ちょっと頭が変ですね。後ろからこう、まずしてこう選んでやって、全体を選んだ状態にして、拡大して、で、まあ、ナビゲートでこうやってパッパッパッとやって、頭に持ってって、それで、セレクトに行き、うまくこう掴めれば、ここが合わせられると。これでバッチリだ。これでトリムします。そうすると綺麗にこうできた。で、これを、バツを押すと、保存しますかってまた出るんで、セーバーズ。で、ここに、まあ、このフォルダで OK。で、セーブ。ここに、まあ、ベースですね。ベースだけど、ムーグの音だから、これ、ソフトシンセのムーグですけどね。ムーグベースと。OK と。そうすると保存できて、これで弾けるかな？弾けますね。バッチリですね。長い道のりだったけど、やっとアサインできました。で、これは波形の、アサイン画面なんで、バツを押して抜けます。今のはこのマッピング画面の中の話でしたね。マッピング画面の中でやってました。今度は、このままだとベースっぽくないんでね。まあ、音程のこともあるんですけど、まずフィルターに行きます。この辺はもうすごくシンセサイザーとしては分かりやすいものですね。非常にシンセとしてこれは分かりやすいものです。これを、まあフィルターをまあかけますね。これね、つまみの操作がね、こう横に動かすんですね。横にこうして、こういう風に横に動かす。そうするとフィルターがかかってないのはなぜだ。あ、アクティブ。これをね、分かりにくいけど、このアクティブってのをこうピッてします。そうするとかかる。今かかってますね。
で、レゾナンスもこう横に擦る、左右に擦るとこういう風に変わります。これね、あのムーブのフィルターがいいのかと思ってたけど、どっちかっていうとね、ムーブの波形ですね。ムーグの波形だったらムーグの音っぽくなるんですね。このフィルターはこういうデジタルでも。というのはなんか割と発見っちゃ発見なんですけど。で、今ちょっとね、こうちょっと余韻がありますよね。余韻あってもいいけど、まあ余韻を消す方法は、ね、このモードってところに行って、ここに余韻のパラメータがあるんでね、このリリースってところを、まあ、VCA なんですけどね、この音量のリリースをゼロにしてやると余韻がなくなりますね。これを足すとこう余韻がつくと。これをまあこうゼロに近くしてやります。で、もう一回フィルターに戻って、まあフィルターのエンベロープもね、オンにします、アクティブに。そうすると、このアタックが効いてるんですね、今。アタックをゼロにすると、アタックを入れると、徐々にこう、こんな風になりますよね。で、かかり具合が今 100% になってるんですけど、これはね、僕は非常に少なめにさっきしたらよかったんで、非常に少なめの、まあ 10% 以下の 9% ぐらいにします。これで、サステインという、まあ、持続音ですね。こう形がこう出てますけど、持続音をもうゼロにして。で、アタックをこう、このくらいにして、ディケイもこう短くすると。ちょっとブチブチ言ってるから、もう一回、このマッピングってとこ、マッピングじゃないですね、間違えました。モードってとこに行って、このちょっと余韻やっぱりあった方がいいなと。ちょっと余韻をつけましょう。で、モノでいいんでね、ポリフォニックをモノにする方法はどうしたらいいのかな。ここをマイナスをしてポリフォニー1にします。そうすると和音が出なくなりますね。その方がベースとしてはいいんで、ここのポリフォニーを増やすと和音が出ちゃうんですね。こういう風に和音が出てますよね。和音はいらないんで1にします。そうすると和音は出ません。最後に押したやつだけはなります。これでベースの音ができたんでね。で、ビートに合わせてちょっと弾いてみようかな。もうある程度音色はできてきたんで、ここをスクロールに変えて、まあ、どの位置を、この辺かな、もうちょっと上げるのがいいかな。これでいいな。ここで、グリッサンドに戻してちょっと弾いてみましょう、適当に。こんな風にベースラインが弾けるんでね。これやっぱ自前 の自分が普段使ってるサンプルを使うと普段と同じようにできてるんで非常に楽しいですね。はい、プリセットの中にあるのを選んでやるとどうしてもなんか妥協しちゃうんで、自分で普段使ってる波形とかある人はこういう風に納得いくやつを入れとくとね、まあ聞いてる人がどう感じるかわからないけど、自分
主観的にはやっぱり全然こう自分のものにこう楽器としてできたようななったような感じがかなりしますね。はい、でちょっとまあ、まあ音色のはある程度これで固まったんで、まあ後でまたいじると思いますけどね。一回その抜けますね、ここホームボタンを押して、どうしたらいいかな。とりあえずまあそのホームボタンを押す必要なかった、ここを押してこのエディットが抜けちゃいますね。エディットの中でもいいのかな、別にエディットの中の方がいいか、このセッティングの中に入っとこう。でシンセのこのエディットのことをこれはセッティングって呼んでるんですね。これが結構変な呼び方なんで、エディットって書いておけばいいのに、セッティングをしたらこの波形の、波形じゃないですね、シンセの、あのエディット画面に行くと。でじゃあちょっとベースラインをちょっと試行錯誤しますね。どうしようかな、まあこれでいこうかな、こんな感じで。ちょっとなんか違うし硬い感じなんでアンドゥーしますね。それはレックってところのここの中で、アンドゥーテイクアンドゥーラスト、アンドゥーテイク、そうすると消えましたね。ここでアンドゥーができるわけですね。でまあ出しっぱなしでもいいかな、鍵盤にあのかかってないから、それをまあ引っ込めとくか。でもう一回やりますね、まあ適当にアドリブでいってみましょう。ちょっとミスタッチしましたね。もう一回電話します。アンドゥーテイクをしましたね。もう一回やろうかな。なかなかね、この時間も楽しいっちゃ楽しいんですね。いろいろ試行錯誤してるのも。もうちょっと隙間があった方がいいかな。まあこれでいいことにしましょう。で、まだちょっとここから音色をね。もうちょっと音に余韻を。
重なったところを、レガートかけて音が重なったところがこうこういう風ににゃおってなるようにレガートをして51ミリセカンドにしました。で、まあ、滑らかにこうつながるって感じですね、あの音程が。それをオンにしました、レガート。であとはちょっと余韻を少しつけて、でディケイを、ディケイというこう鳴らした時に音量の変化でディケイをつけました。で、まあ、あとフィルターの方も聞きながらこう感覚でエディットしていって、こういう風になってますね。聞いてみると、で、ある程度できてきたんでちょっと一回保存しますね。ソングをして、違うな、どうすんだっけな、保存の仕方はホームを押すのかな、これを押して、ここにカレン、あ、違うの押しちゃった、ホームを押して、ここにあの現在のプロジェクトでアンセーブドってなって保存してないんで、ここを押しますね。ここを押す。そうするとこの画面、さっきの最初に出た画面ですけど、セーブアズってのがあるんで、セーブアズでいいかな。でここで、ここのセーブプロジェクト、今のこのオートセーブドセッションズってとこにまた保存しますね。ここにセーブをして、まあファンクっぽいんで、ファンク1とかして保存しますね。 OK。 そうするとファンク1として保存できたんで、ここに現在のプロジェクトのところにファンク1っていう風に出てますね。ここですね、ファンク1っていう風に字が出てます。で保存できました。じゃあちょっと安心したんでエフェクトをやってみましょうかね。このシンセのトラックにエフェクトかけます。このホームボタンを押して、ここを押すとね、こういう風にしてミキサーになってるんですね。ミキサーじゃなくて、あのエフェクト系なんで、この画面でいいのか。ここでトラックを選んで、このキーボードの画面のところで、ここにプラスボタンを押します。そうするとこんだけエフェクトがあるんですけど、まあ分かりやすいところでリバーブ、まあ響きが加わるやつですね。ここに足されましたね。ここを触るとこういうリバーブの画面になるんで、今このウェットは0ですね。だから何もかか、あの響きがないです。もうここを上げていくと、もうすごくお風呂の中みたいになりますよね。でちょっと部屋のサイズ、響きが大きすぎるんで、部屋のサイズをちょっとこのくらいにしてやってかけると、ベースのパートになんかちょっと人工的な部屋の中の響きみたいなのが加わって、このちょっと人工的な雰囲気になるのが結構このリバーブとしてね、まあその人工的な響きが好きだっていうことを言いたかったんですけど、あの結構リバーブとしてはいいです、これは。あのまあデジタル臭いリバーブですけど、あのコンピューターのリバーブ、パソコン の, あの DAW のよりはあのしょぼいですけど、でも面白い音なんで結構好きですね。ありかなという感じしますね。でこういうので調整もできるみたいですね。ちょっとリバーブにこれ使うのはあんまり好きじゃないんで使わないですけど、この方がやりやすいんで。でまだエフェクターはあと2個足せるんで、とりあえずまあリバーブをちょっと少しこんぐらいにしとこうかな。ほとんどうっすらかかってる感じですね。でまあさっき試して面白かったのは、いわゆる、ビットクラッシャーですね。これをこういう風なファンクのトラックにかけると面白いんですね。まあビットを最初は16ビットにして、フリケンシーもここまで上げとくとあんまり変化はないかな。まだ変化ないですよね。でちょっとまあビットを12ビットまで下げて、ここを下げていきますね今から。
わゆるあのトーキングベースってやつですけど、まあダフトパンクとかそれ以降のダブステップの人たちとかやってるようなね効果、こういう風なのができちゃうっていうのはなかなかこれすごいかなと思います。まあとりあえずここもこんな感じですね。まだ他にもいろいろやれることあるんですけど、例えばそうだな、あのコンプレッサーのとことかにもあのサイドチェインコンプがついてたりとか面白いんですけど、まあ、とりあえず今日はまあこんなところでここまで切ってきたんで、初日なんでね、ビートメーカー2のこの辺でいいかなと思います。でとりあえずこの辺にしておきます。で最後まで、まあ、見てくださった方ありがとうございました。